倒しました。何回もチャレンジして。ここはでも先思いやられます。おい、どうなってんだよ。浸ってしまう。場所で待ってるってさ。お悪いね、お客さん。で、探してるのってどんな子？願い事は？明日、お姉ちゃんに全部言えますようにって。怒るよね、ずっと隠してたから。セラの分まで俺が叱られるよな。あ、もっとでかい願いにしろよ。願いを叶える伝説の花火なんだぞ。伝説か。使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。その使命がわからねえのにどうしろってんだろうな。
突き止めて何とかしよう。セラを化け物なんかにさせねえよ。使命を果たしてもクリスタルだよ。昨日プレゼント買った時ついでにな。こういうの詳しくないから気に入るといいけど。何があっても俺がついてる。永遠についてる。だからその俺と結婚してください。はい。よっしゃ、やったー。伝説の通りだ。願いが叶った。え、さっき花火に願ったんだよ。 OK もらえますようにって。じゃあ私の願いも叶うかな。ん、お姉ちゃんに話せるよね、ルシになったこと。おい、婚約発表の方が大事だろ。ライトニング、どんな顔するだろうな。これからは姉さんだ。
なんだよこれ。ビル事故だよな。あそこから落ちてきて湖ごと結晶だと？何がどうなってんだ？ファルシの力か？俺たちは一体どうやってここに？私が知るか。生きてる。どうして？セラだ。あんなに上から落ちたのに助かるなんて奇跡だろ。セラが助けてくれたんだ。ふざけるな。いいか、セラはお前のせいで。姉さん！なんだよ今の。魔法だよ。ルシの力だ。ファルシに呪われたんだ。ルシにされたんだよ。よし！
分かれへん、分かれへん、まあ、なんか操作方法が覚えられへん。本当にルシーなんだな。らしいな。お前は？うん、ほら、おお、全員ルシか。なんで僕が、僕は関係ないのに、あんたらがファルシなんかに手を出すから、僕を巻き込むなよ。あんたのせいで僕のあんたもセラも迷惑なんだよ。おい、悪い。大丈夫だからね。ほら立って行こう。ルシか。おう、みんな仲良く古墳の敵ってわけだ。そっからいい。使命が分からなければ果たしようもない。もう見たと思う。見た？ルシの使命つうのは、ああしろこうしろって言葉ではっきり説明されるわけじゃねえんだ。ぼんやり見えるだけなんだとよ。まあ伝説だかな。伝説だ。何か覚えてるか？はっきりしないんですけど、大きな、すごく大きな。まさかお前らも見たのか？ラグナロク。同じものを見て、同じ声を聞いた。あれが使命でも、あんなのだけじゃ何すればいいのか。そういうものなんだって。ファルシが見せるのはああいうものだけで、実際に何をやるかはルシが見つける。俺たちパルスのルシは国運の敵だとなれば、使命は国運を守るんだ。この世界を守るのが俺たちの使命だ。うんうん、どうしてかな。セラが言ったろ。一緒にやろう。力を合わせて戦うんだ。セラを探すぞ。きっとこの近くだ。あ、私も探すよ。待って。たく、落ち着きのねえ野郎だ。
Thank you.